買い替え買い替えですけどね、あると思います。あとはそのレーシングカーというか競技に使う車両としては、うん、おそらく50台ぐらいは乗ってるんじゃないですか。そんな数の競技車両を、そう乗ったりとかするんですけど、まあ、いろいろトータルで合わせると、まあ、1000台ぐらいは、まあ、世界中の車を乗ってるのかなっていう気がしますね。いろんな車種のいろんなクラスの、はい、いろんなの国産もあり輸入車もあり、そうですね、もう軽自動車からいろんな車があるわけなんですけれども、いい車に共通するものって一体何なんだろうっていうのを少しお伺いしてみたいなと思います、はい、そうですね、まあ、まずの直感的な部分でいうと、例えば皆さんがその車、この車どうかなって思ってシートに座ってみる、でドアを閉める、話としては一体感があるかどうかですね。車に乗せられてる感じでもなく、車がついてきてない感じでもなく、車と自分がこう一体としてその一つの物体という道路を走るときに自分が行きたいところに行ける、例えば止まろうと思ったら止まれる、曲がろうと思ったら曲がれる、でそれが一般道を走っていてもそうだし、高速道路を走っていてもそうだし、ドライバーの操作に対して時差がないですね。時差がない、時差がないっていうのは、例えば操作し、ドライバーって、まあ